戦車駆逐大隊とは、第二次世界大戦中に、アメリカ陸軍が運用した部隊である。戦車駆逐大隊は、高い機動力を生かした、側面攻撃によって、敵機構集団の進撃を破砕することを、唯一の目的として編成された独立部隊であり、軍団もしくは軍司令部直轄の、戦略予備戦力として、通常は、戦線広報で待機するはずであった。 しかしながら戦争が進むと特定の手段とともに行動することが一般的になりその運用形態も中隊や小隊規模に分割されて機構部隊の補完、不評部隊の支援、機動化法としての火力支援など本来のドクトリンとは異なるものになっていった高い対戦者能力を持つ戦車が配備されるようになると専門の対戦者部隊を持つ 必要性は低下し、軍の規模縮小もあって、戦車区地区大隊は戦後短期間のうちに姿を消すこととなった。戦車区地区部隊の設立に関わったレスリー・マクネア。砲兵畑出身のマクネアであるが、彼が唱えたのは、軌道と集中を胸とする有機的な対戦車部隊の運用であった。第二次世界大戦が勃発すると、 気候部隊の集中及び迅速な突破を胸とするドイツ軍の電撃戦戦術は各国の軍関係者に大きな衝撃を与えた。すでに大規模な機械化部隊を有する陸軍にとってもその影響は注目に値するものであった。1939年のポーランド侵攻におけるポーランド第二共和国の崩壊、1940年のフランス侵攻における フランス陸軍及びイギリス海外派遣軍の敗北を通じて不十分な対戦車能力しか許さない部隊が大規模な気候部隊の攻撃を防ぐことはほとんど不可能であるという考えが力を持つようになった。フランス戦に関する同時代の研究では十分な対戦車兵器を持たない不評部隊は戦車の攻撃に対して 非常に脆弱であるということを示しており、連合側に立って参戦する可能性があったアメリカでもこの問題に対して関心を払うようになった。1941年4月、将来の対戦者戦闘に焦点を当てた検討委員会が開かれた。早急な対策としては、不評手段のもとに対戦者大隊を編成することであったが、この方法では、 対戦者部隊を有機的に運用することは難しくなってしまう。会議で広く指示を集めた案は敵の機構部隊の出現に広く対処できるように軍団もしくは軍によって指揮される機動対戦者部隊を創設するというものであったが問題はどの陛下がこのような部隊を扱うかであった。防御的な性格を持つという点では 不評、機動的な対処部隊という点では騎兵、大型の砲を扱うという点では、砲兵がそれぞれ候補として挙げられた。興味深いことに、気候部隊が、このような部隊の指揮権を主張することはなかったが、これは彼らの攻撃的な性格にそぐわないと考えた、ためであろう。指揮権をめぐる問題について、 ジョージ・マーシャル将軍は5月に諸兵下の複合的な部隊であるとみなすことで解決を図った。同時に、アンドリュー・ブルース中佐を長とする対戦者、計画委員会を創設し、レスリー・マクネア准将に対し早急に対戦者部隊を編成するよう命じた。不評師団や各種支援部隊から部隊を引き抜き、それぞれ3個の対戦者大隊を有する3個の対戦者、 集団が早急に編成された。部隊に与えられた任務は、素早く、積極的に捜索を行い、敵機構部隊が陣形を整える前に攻撃する、というものであった。8月には220個の対戦車大隊を創設するという計画が持ち上がった。これは、陸軍の規模として55個師団を想定しており、各師団に配備される部隊が55個、軍団もしくは、 軍規模で運用する部隊が55個、総司令部の下で戦略予備に置かれる部隊が110個の合計220個、大隊である。1個手段あたり4個の割合で対戦者大隊を創設するという、この大それた案に従えば、全軍の1、4が対戦者任務につく計算になる。最初に編成された9個の部隊は、 形陰式の m 3 3 7ト、mm、ル砲及び7 5ト、mm、ル砲を半創機車に搭載した m 3 7 5ト、mm、ル対戦車自走砲を装備し1941年夏に実施されたルイジアナ演習に参加したルイジアナ演習には飛行師団も参加しており大規模で複合的な機械化部隊の行動能力及び戦闘能力を試すとともに戦術 作戦面での問題を洗い出すことになっていた。一方で、対戦車部隊側からすれば、気構集団の攻撃を、司令部直轄の対戦車部隊の機動的、集中的運用によって食い止めることが、可能であるという対戦車ドクトリンを確立させる、チャンスであった。マクネアは、司令部直轄の対戦車部隊を編成し、同時に、 各不評師団が有する対戦者大隊についても、対戦者戦闘を主眼に置いた運用をするよう命じた。結果から言うと、ルイジアナ演習において、対戦者部隊は、気候部隊の攻撃阻止に成功した。この結果について、気候部隊側からは、司令部の運用の不手際、あるいは、不公正な判定によるものだとする意見が出された。しかしながら対戦者部隊が、 気候部隊の進撃を阻止したことは事実であり、また司令部直轄の対戦車部隊よりも師団が有する対戦車大隊の方がより戦果を上げたことで、新ドクトリンは普遍的な性質を有していることが実証された。対戦車部隊は11月に実施されたカロライナ演習に参加し、これらを通じて対戦車部隊の運用は成功であると判断された。 11月27日、マーシャルは、ブルースの下で、戦車駆逐戦術射撃センターを、フォートフッドに設立し、合わせて、総司令部の下に53個の対戦車大隊を、新たに編成するよう命じた。また、より強そうな五感を持つ、タンクデストロイヤーという単語がこの時点から、用いられるようになった。12月3日、既存の対戦車大隊は、 総司令部の指揮下に再配置された上で、戦車駆逐大隊に改編された。新たな対戦車ドクトリンについては1942年6月に策定された野戦共犯18から5の戦術的運用を戦車駆逐部隊で言及されることとなった。同共犯ではドクトリンについて戦車駆逐部隊の目的は一つ。 敵戦車の撃破であると述べており、旺盛な攻撃精神を持つことを繰り返し強調している。戦車駆逐大隊は小規模の防御部隊に分割するのではなく完全な大隊として運用されることを前提にしており、敵機構部隊の危機に直面するまで予備戦力として止め置かれる。また、機構部隊の運動に対応するための機動能力の 必要性についても同じく強調されており、このことは戦車区逐車両の設計において生存性や火力よりも速度や馬力を重視する原因にもなった。完全に独立した部隊であるという戦車区大隊の性格は軍内部の人種問題に関してある副作用を生むことになった。戦争省はアフリカ系アメリカ人からなる部隊を創設するという、 方針を立てていたが、陸軍では、朝鮮戦争の時期まで人種による部隊の区分が残っていた。陸軍省は、正当な割合で黒人部隊を創設するよう陸軍に迫り、既存の2個の大隊が黒人部隊に改編された。1942年には新たに4個、1943年にも4個の大隊が創設された。いくつかの部隊は、 実戦に参加し、その一つである、第614戦車駆逐大隊 CE 中隊第3、小隊は、黒人部隊として、初めて大統領部隊勘定を授けられた部隊となった。3 7ト、mm、ル砲の訓練を受ける兵士。実戦ではドクトリンに沿った運用が行われることは、ほとんどなく、また自走砲と牽引砲についても戦前とは異なる、評価が出た。 1942年から43年にかけての北アフリカ戦線において、軍は第1戦車区地区集団の下で、第601、第701、第767、第805、第813、第844、第899の7個戦車区大隊を運用した。しかしながら、 戦車駆逐大隊は分割せずに、大体規模で運用するというドクトリンに反し、これらの部隊は決まって、小隊規模に分割されて、不評を中隊の支援に用いられた。戦車駆逐大隊がそのままの規模で運用された、例としては、エル・ゲタールの戦いにおいて、第601戦車駆逐大隊が57両の、戦車を含むドイツ軍第10装甲師団の強力な、 一段の攻撃を破壊した例がある。この戦いは明けた場所で戦車駆逐大隊が独立部隊として敵機構部隊と交戦するという本来のドクトリンに沿って行われた唯一の戦いという点で興味深い。第601大隊が敵の攻撃を破壊した一方、胴体が戦力の2、3を失ったことで戦車駆逐大隊に対する批判も起こった。 ジョージ・パットンは、戦車駆逐大隊の基本理念に関して、戦場の地形にそぐわないと述べた。マクネアは、部隊の任務について、より踏み込んだ定義を行うことで、これに反論した。すなわち戦車駆逐大隊は、敵部隊の捜索及び迎撃にあたって、有利な位置を取るために、高度な運動性を有する部隊であり、戦車駆逐車両は、有利な位置を取り、 完全に隠れた状態で敵戦車を不意打ちするための機動力のみ必要である。従って構成正面での使用や戦車のような攻撃の支援には不向きであると述べた。北アフリカ戦を通じてドクトリンには3つの大きな変化が現れた。まず第一に戦車駆逐大隊の過度な編成計画が見直されたことである。 計画では222個を予定していた、戦車駆逐大隊の編成数は106個に減少した。理由の一つとして、完全な自動車化不評手段の数が予想を下回ったこともあるが、ドイツ軍の装甲部隊の数が予想ほど多くはなかったことも原因である。編成計画数は1943年10月に78個まで減少した。第二に、 M3GMC 及び M10GMC の欠点が認識されたことである。これらの車両は速度が不十分であり、また車高が高すぎるために敵の砲火を直接浴びることとなった。北アフリカにおいて第二軍の指揮官であったオマールブラッドレー将軍は敬遠砲を再び導入することを提案した。敬遠砲の導入は 攻撃精神の減退を招く恐れがあったものの、牽引法は迅速に号へ搬入することが可能であり、また視認性が低い点については皆が認めるところであった。だがブラッドレイは自らの提案によって牽引法大隊が創設されることは望んでおらず、彼の真の狙いは対戦者戦力を不評の指揮下に収めることであった。イギリス陸軍が 豪にダッグインさせた対戦車法によって戦果を上げているという事実も彼の主張を後押しした。こうして夏には M5 インチ砲を装備する実験的な大隊が編成されマクネアの後押しもあって11月には全大隊の内半数を牽引砲大隊に改変するという命令が出された。これはブラッドレイの提案からは大きく逸れたものであった。第三に 戦車駆逐大代替の運用方針が変化したことである。公式のドクトリンでは未だに完全な代替規模で運用するよう求めていたにも、かかわらず、戦車駆逐戦術射撃センターでは、他部隊との共同や小規模の部隊行動などに焦点を当てるようになった。新たな野戦共犯では、戦車区、小隊の独立行動について議論する余地を設けており、また兵士は、 間接射撃や対抗増物射撃といった副次任務に就くための訓練を開始した。賛同を進む第701大隊の M10GMC。このような地形はイタリア半島で一般的に見られるものである。戦車区地区大隊にとって2番目の戦場となったのは1943年6月のシチリア島上陸、9月のイタリア本土上陸に始まる。 イタリア戦線であった。数軸軍の気候部隊は依然健在であったにも、かかわらず、戦車駆逐大隊とそれら戦車部隊との間で、大規模な戦闘が行われることは、ほとんどなかった。その一因としてこの地域の起伏にとんだ険しい地形が、挙げられるが、同じく数軸軍の内部で、保守的、受動的な性質が現れ始めたことも原因である。 従って、戦車駆地大隊は、対戦車任務以外の様々な任務に用いられており、最も一般的な例は、局地的な火力支援であった。1944年の終わり頃に出された戦車駆地大隊の運用に関する報告書では、戦車駆地大隊が、気候部隊の任務を補完するような役割を担うことを期待されていたことが伺える。 機構部隊と共同して任務を行う際は、戦車駆逐中隊もしくは小隊が、戦車大隊もしくは中隊の下に組み込まれ、戦車部隊の支援を行うことが一般的であった。防御任務においては戦車及び戦車駆逐車両は共に、戦線後方に待機し、敵の機構部隊の激しい攻撃を受けている遊軍風評部隊の支援に差し向けられた。 イタリア戦線を通じて得られた戦訓として、牽引砲部隊への改変は、当初考えられていたほどの利益をもたらさないと判明したことが挙げられる。戦車駆逐車両の機動力及び防護力は、牽引砲の低い視認性に勝っていたのである。アンツヨの戦いにおいて、敵地深くまで進出しすぎたイギリス軍の対戦車砲部隊は、 移動が難しかったために簡単に撃破されてしまったが、これは自走砲部隊が交代して戦闘を継続できたこととは対照的であった。イタリア戦線で主に用いられた戦車駆逐車両は M10GMC である。M10 の搭載法は V5 戦車、パンターや6号戦車といった戦車の走行にこそ威力不足であったが、 その他多くの車両に対しては十分な威力を有していた。m 1 8 g m c は1944年夏に運用が開始されたが、イタリア戦線では大きな成功を収めることはなかった。M18 が持つ高い機動力をイタリアの地形で活かすことは難しかったからである。ベルギーで撮影された山陰地方。西部戦線での運用を通じて牽引砲部隊は、 自走砲部隊に改編されることになった。西部戦線における、フランス、定地諸国、ドイツ本国での作戦では最も多くの戦車区地区大隊が運用された。戦車区地区大隊は、作戦の最初期から戦闘に参加しており、最も早い例としては、D で当日のユタビーチに増援として上陸した一個大隊が存在する。 1944年6月に導入された野戦共犯18から5の改訂版では戦車駆逐大隊の作戦ドクトリンはより広げられることとなった改訂された共犯では戦車駆逐大隊を分散して運用することを認めておりまた予想される敵機構部隊の運用規模が小さいときは戦車駆逐車両を前進部隊に組み込むことを推奨していた 戦車駆逐大隊を半永久的に師団の指揮下に置くことが一般的になり、これによって局地的な突発事態に対して戦車駆逐部隊を投入することが可能になった。さらに師団が前線から離れているとき戦車駆逐大隊は師団とともに訓練を行うことが可能になった。ノルマンディにおける戦闘のうち戦車区大隊にとって 最も意味のある戦闘を挙げるとするならば8月上旬に行われたモルタンの戦いであろう。ここでは、敬意式の3インチ砲を装備する第823戦釈地区大隊が第30不評師団と共に防御戦闘を行った。戦闘開始時の師団の位置はあくまで一時的なものであり、戦闘準備はできていなかった。しかしながら8月6日、 濃い霧の中から4個戦車師団の一部からなる装甲部隊が出現した。第823大隊は激しい防御戦闘を行い14両の敵戦車を撃破したものの自身も11門の方を失うなど甚大な損害を被った。この戦闘は経意法の有効性についての疑念を浮かび上がらせることとなり12月に提出された 報告書では自走砲部隊を重視して、牽引砲部隊は廃止すべきであるとの提言がなされていた。1944年12月から1945年1月にかけて行われたバルジの戦いにおいて、アメリカ軍はヨーロッパで初めて戦略的防御行動を強いられることとなった。ドイツ軍は1500両の装甲車両を有する10個。 装甲師団を含む24個師団の戦力をもって、アルデンヌの森における大攻勢を開始した。主力部隊は、戦線の最前面に配置されていた第28、不評師団を呼び、第106不評師団に襲いかかった。第28師団は、第630戦釈地区大隊、第106師団は、第820戦釈地区大隊を有していたが、 両者共に牽引砲を装備する大隊であった。これら牽引砲は敵と接触しても再配置や交代させることは難しく、進撃する敵部隊によって蹂躙された。また牽引砲は戦車区車両と異なり、消火器による攻撃に対しても脆弱であり、従って不評部隊による攻撃によって無力化されることもあった。低温でジメジメした。 気象条件は牽引法の機動力不足に拍車をかけた。総輪車両は沼地によって行動を阻害され、設置された火砲は移動手段を失った。第一軍全体で失われた戦車駆地区部隊のうち3、4は牽引法部隊であった。一例として牽引法を装備する第801戦車駆地区大隊は2日の戦闘で17門の砲を失ったが、 同体の側で戦っていた M10GMC を装備する第644戦車区畜大隊は理想的な待ち伏せ攻撃により2日間で17両の戦車を撃破した。敬遠砲部隊はその能力不足を露呈し、1945年1月11日に戦争省はヨーロッパに展開する既存の敬遠砲部隊を自走砲部隊に改編すべきだという。 ドワイト・アイゼンハワーの要請を承認した。戦車区地区車両はバルジの戦いを通じて作戦行動を行った。起伏に富む地形での戦闘はイタリア半島での戦闘に近いものであった。M18GMC を装備する第705戦車区地区大隊はバス投入の戦いにおいて 第101空挺師団と共に戦い、同志の防衛において重要な役割を担った。バス投入戦において 90mm 砲を装備する M36GMC は初めて大規模な戦闘を経験した。第610、第703、第740の三個大隊が同車を運用し、その高い能力を実証した。アルデンヌにおける 戦車区地区大隊の運用とドクトリンとの間には二つの相違点が存在した。まず第一に戦車区大隊を戦略予備として後方に待機させなかったことである。多くの大隊は師団に配備され後方ではなく前線近くに布陣した。第二に大隊がそのままの規模で運用されることが稀であったことである。多くの大隊は小隊もしくは 中隊規模に分割されて、不評大隊に配備され、局地的な対戦者任務に従事した。攻勢に失敗したドイツ軍は同時に、多くの装甲車を失うこととなり、限られた補給能力も、相まって、西部戦線の装甲戦力は壊滅した。戦車区地区大隊は終戦までの数ヶ月間を、 機動支援部隊として行動し、小部隊に分割されて二次的な任務に就くこととなった。日本陸軍の限られた気候戦力により、太平洋戦線で活動した戦車駆逐大隊の数は、さほど多くはなかった。太平洋戦線における戦車駆逐大隊の主たる任務は、不評支援であり、戦車駆逐車両は、高い機動力を持つ家宝として扱われた。 視界を良くするために、戦車駆逐車両の砲塔上部は解放されていたが、日本軍風評による近接攻撃に対する防護能力という点では、戦車に比べて劣っていた。終戦間際に、実戦投入された M26。高い対戦車能力を持つ戦車の普及と、戦後の軍備縮小によって、戦車駆逐大隊は短期間で姿を消すこととなった。終戦時点で、 アメリカ陸軍には63個戦車区地区大隊が存在し、その多くは自走砲部隊であった。戦車区地区大隊は実戦で二次的な任務における汎用性と有効性を実証したものの、陸軍のドクトリンの変化によって1945年までにその長期的な有効性には疑問が生じつつあった。戦車区地区大隊の主たる任務は、 敵機構部隊の撃破であるが、この任務については、他国と同様に、アメリカ軍においても戦車が担うようになった。火力については強力な 90mm 砲を装備する M36GMC が出現して、実戦でその能力を証明したが、終戦間際に、ヨーロッパの戦場に現れた m 2 6 0戦車も、同じく 90mm 砲を装備していた。 M26 は戦後すぐに気候部隊の標準的な車両として用いることができるよう中戦車に再設計された。十分な対戦車能力を有する戦車が普及しつつあるという事実は同時に専門の対戦車部隊を持つ必要性を低下させることとなった。対戦車ドクトリンに従って特徴的な設計を施された戦車駆逐車両についても 多くの戦場では戦車と大差ない運用が行われた。本来であれば高い機動力を活かして敵機構部隊の出現に有機的に対処し上部が解放された砲塔がもたらす良好な視界によって敵をいち早く発見し敵機構部隊の撃滅に努めるはずであった。しかしながら実際には機構部隊と行動を共にするあるいは 不評部隊の支援に従事することがしばしばであった。ヨーロッパの戦闘において、戦車駆逐車両が消費した弾薬の調査によると、鉄鋼弾と榴弾の消費量の比率は1時11分であり、戦車駆逐車両としての対戦車任務よりも、機動化砲としての全般支援任務の方が、はるかに多かったことを示している。加えて、陸軍は、 戦後の短期間でその規模を大幅に縮小したことも戦車駆逐大隊にとってはマイナスに働いた。平時に運用する部隊として考えると完全装備の3から4個手段に相当する戦車駆逐部隊の運用コストはあまりにも高すぎた。1945年に出された報告書戦車駆逐部隊の組織、装備、戦術的運用に関する研究によって 戦車駆逐大隊は解体の方向に向かうこととなった。11月10日には戦車駆逐戦術射撃センターが閉鎖され戦車駆逐大隊の解体は確実なものになった。1946年までにすべての戦車駆逐大隊が解体された。1941年12月に最初の3つの編成が誕生した。 このうち二つは 37mm 砲のみを装備する軽量編成であったが、第893戦車駆逐大隊をモデルとした三番目の編成を標準化するためにすぐに廃止された。公式な標準編成は1942年6月に公表された野戦共犯18から5によって決定された。これは戦車区大隊10編成 自走砲と称するものであり、本部中隊、戦闘工兵を有する偵察中隊、そして12両の車両を有する戦車駆逐中隊3個からなっていた。戦車駆逐中隊は 37mm 自走砲、小隊1個と 75mm 自走砲、小隊2個を有していた。各小隊は、それぞれ2門の自走砲を有する2個、半。 二門の 37mm 自走砲を有する一個、防空班、及び12名の兵士を有する一個護衛班から構成される。すなわち一個戦車駆逐大隊が有する兵器は 37mm、自走砲12門 75mm 自走砲24門、対空自走砲18門、兵士108名である。車両は3、4トントラックに 37mm 砲を、 搭載した M6GMC、ハーフトラックに 75mm 砲を搭載した M3GMC である。以下に、この編成を表で示す。北アフリカに展開した、戦車駆逐大隊は、この編成を採用し、また、軽重量砲の対戦車砲も用いた。しかしながら、ヨーロッパから届いた報告によると、携帯戦車砲の実戦における有効性は限られた。 ものになっており、よって1942年10月に公表された、新しい編成では 37mm 砲を装備する、軽小体は 75mm 砲を装備する、重小体に改変されることとなった。3インチ砲を装備した M10GMC の配備が開始されると、75mm 砲を装備した M3GMC は、M10 によって置き換えられていった。 1943年までに戦車区地区大隊の役割についての理解はより深まり、大規模や戦車区地区部隊の運用という初期のドクトリンは廃れることになった。結果として戦車区地区大隊の編成予定数は削減されることになった。1943年1月に新たな編成に関する話し合いを実施した結果不必要であると判明した。 対空砲部隊の削減、支援部隊の削減、招待本部と護衛班の統合を通じて1、4の人員を削減することとなった。人員、一部部隊の削減があったものの、戦車区地区部隊としての戦闘能力は維持された。1943年初頭、北アフリカでは一つの問題が持ち上がった。陸軍は、戦車区地区部隊に対して、 より防御的な役割を要求するようになったのである。1月の試験を経て3月31日には15個大隊を牽引砲部隊に改編するよう命じられた。間もなく全ての戦車駆逐大隊の内半数を牽引砲部隊とすることが決定した。部隊編成の概略については自走砲部隊とほとんど同じであった。小隊は4門の砲を装備し、 大隊は3個小隊区構成される中隊3個を有していた。ただし、偵察中隊の規模は縮小し、本部中隊内の2個小隊となった。より大型の三ンチ砲の導入及び、護衛兵の増員が必要となったため、大隊の人員は再び増加することになった。大隊が装備する三ンチ砲はトラックもしくは M3 ハーフトラックで牽引された。 ところがノルマンディを呼び、イタリアにおける戦闘を通じて牽陰砲は自走砲に劣るという事実が判明した。戦車区地区部隊の損失のうち85%が牽陰砲であり、牽陰砲部隊は自走砲部隊に戻されることとなった。初期の戦車区地区車両である M3GMC。後には完全な戦車区地区車である M10GMC 等の新型車両によって、 置き換えられることとなった。戦車駆逐大隊が有する車両は GMC である。高い機動力を持つ気候部隊の出現に対して戦線後方から進出し、戦術的に有利な位置を占いくらいできるように、速度性能を最優先とした設計が行われた。また、敵車両を先んじて発見し、復撃に努めることができるように上部が開放され、 広い視界を有していたことも特徴である。初期に編成された部隊の一部は、軽引式の 37mm 砲を装備していたが、同砲は、間もなく、装備から外されることになった。75mm 砲を装備する、M3GMC に加えて、一般的な 37mm 対戦車砲を、利用した、対戦車自走砲を開発しようという試みが、行われた。 これは3、4トントラックの荷台に 37mm 砲を搭載した M6GMC として設計されることになる。量産された M6 は各中隊の 37mm 自走砲小隊に配備されたが 37mm 砲の有効性が低下したこともあって1942年11月以降は M3 によって代替されていった。北アフリカにおける M6 の運用は限られており、1943年には、部隊から引き上げられた。一部は自由フランスによって1944年から45年にかけて、ヨーロッパで運用された。また 37mm 砲用の砲護は、部隊レベルでの改造によって、M2 ハーフトラックの一部にも搭載された。M3 の欠点については1941年の、 演習で早くも指摘されており、得られた経験から速度性能を最優先に設計される完全な戦車区車両が計画された。しかしながら開発には時間を要する可能性があり、それまでのつなぎとして単純な設計が求められた。そこで、すでに開発済みの m 4抽選車のシャーシを流用し、 高所速の M19183 インチ砲を搭載できるよう改像を加えることとなった。こうして開発された戦車駆逐車両は M10GMC として正式化された。M10 は機動性を優先するために走行を犠牲にしており、また良好な視界を得るために砲塔上部は開放されていた。北、アフリカ船に参加した車両は少なかったものの、 その後の戦闘で M10 は代表的な戦車駆逐車両となった。M3M6M10 に続いて登場した戦車駆逐車は M18GMC であり、ヘルキャットの愛称でも知られる。M18 は正式化こそ M10 よりも遅かったものの開発自体は M10 よりも先に始まっており、その原型は 37mm 砲を装備する。 新型車両として要求されたものである。結果的には、より強力な7 6ト、mm、ル砲を搭載することとなったが、M18 が装備する新型の7 6ト、mm、ル砲は、M10 が装備する3インチ砲と同じ弾頭を使用するものの、薬莢が異なっている。M18 は、新しいシャーシを使用し、M10 に比べて10トンも軽量でありその、最高速度は、 時速50マイルに達した。しかしながら走行圧も M10 に比べて半減しており、実戦における生存性という点では少々問題があった。M18 は1944年中頃から本格的な運用が開始された。戦車区車両として最後に設計された車両は M36GMC であり、ジャクソンの愛称でも知られる。 M36 は M10 の車体に 90mm 砲を搭載する大型の砲塔を装備したものであり、アメリカ軍がヨーロッパに持ち込んだ車両の中で最も火力が優れた車両の一つであった。1942年に試作車両が製作され、1944年6月に M10A1 の車体を利用した T71 が M36 として採用された。軍は、 ヨーロッパに展開する戦車駆逐大隊の装備車両を M10 から M36 に換装することを要求し、最初の車両は1944年9月に前線に到着した。強力な 90mm 砲を装備する M36 の対戦車能力は前任の車両と比べて著しく向上しており、ドイツ軍の V5 戦車を3200ヤードの距離から 激破した記録も残っている。装甲の厚さなどを見ても M18 に比して、生存性の面で優れていた。1941年に、師団対戦車大隊を戦車駆逐大隊に改編した、際、各々の大隊番号は改められることになった。不評師団に所属していた大隊は600番台。機候師団に所属していた大隊は700番台。 野戦砲兵に所属していた大隊は800番台の大隊番号を付与された。戦車駆逐大隊には牽引砲を装備するものと自走砲を装備するものがあったことは前述した通りであるが両者を区分するために牽引砲部隊の大隊番号には糖度を表す。自走砲部隊の大隊番号にはセルフプロペルドを表すが付けられた。ありがとうございます。